海の花海塚は、千葉県松戸市小金原にある、縄文時代中期から、晩期の海塚。海の花海塚江戸川左岸、坂川流域の大地上標高約15メートルの、大地上にある東西87メートル、南北80メートル、幅15から17メートルの環状の、馬蹄型海塚である。1930年に大仙が芝によって、 最初の発掘調査が行われたが、本格的な発掘が行われたのは、小金原団地建設に伴う1964年6月27日から、翌年にかけての松戸市教育委員会及び東京、教育大学による調査であり、その緊急性から、貝塚全域の一斉調査となった。貝塚は、中期から後期にかけては、ハマグリサルボーなど、晩期には、大和しじみの階層が多い。 海藻の下から縦穴住居などの遺構も発掘された。他、51体の人骨が発掘され、その中には、抜死が行われたものもあった。また、カソリ式をはじめとする、各種土器をはじめ、石器、骨格器、媒器、土偶、土星磁石、有効土星円盤などが出土され、さらに、イノシシシカイルカクジラスズキマダイクロダイなどの骨も出土している。 縄文時代後期末から晩期にかけては海面の交代によって付近の寄水化が進行し集落放棄の一因となったと考えられている。日本で初めて貝塚に伴う集落全体の概要が把握できた貝塚であった。なお、現在は全域が小金原団地の建設に伴って破壊されている。出土品は松戸市立博物館などで保管、展示されている。 ありがとうございます。